はい、どうもゆうです。今回はですね、攻撃講座、前回とまた違ってですね、今回はダイレクトフラスについての動画を、出していくので、よければ最後は見ていただけたらと思います。まあ、ダイレクトフラスですね、前作の方ではまあむちゃくちゃ強くて結構鉄板技だったんですけど、今作に関しては序盤がですね、やっぱちょっと補正かかって、能力が高くないとやっぱりずれるってこともあって、まあ、あまり使えてなかったんですけど、能力上がったりとかですね、プレイスタイル、ロブの達人を持っていれば、まあ、できるようになったので、まあ、これも覚えていればですね、非常に強い技なので、よければ最後まで見ていただけたらと思います。では、早速ですね、まあ、この、今流してますけど、このゴールシーン解説していきたいと思います。まあ、まず取って、ワンツーで、もらい手を上げてます。その後出した後に、これを、フォワード選手ですね、トリガーランかけて横に出してダイレクトフラスっていう感じになってます。もう一度いきますね。ここワンツーで走らせる、ラファレを持った瞬間に前走らせる、横出してダイレクトフラスですね。はい、横出してワンツーで走らせてて、最終その選手、戻す選手の位置を高めにして、その間に前をトリガーランかけて、そこからダイレクトフラスになります。これ結構シンプルなパターンになるんで、まあ、カウンターとかで結構使えるんでね、まあ、覚えてもらえたなと思うんですけど、あと、守備側として守るのは、まあ、あと、このキッカーに蹴らさないようにプレスをかけるのか、もしくはもう走らしてるので、まあ、基本的には走ってる選手はやっぱ追いかけないといけないので、ディフェンスをちょっと後ろ下げて、ケアしてるよっていうのを見せかけすれば、自分もここでダイレクトフラスは選択しないので、まあ、そういったところも大事かなと思います。まあ、全体ピッチを見るっていうのもね、結構重要かなと思うんで、それで防げる。ことになります。これ2パターン目ですね。次のコールになります。これ結構シンプルです。トリガーランかけてタイミング見て出し手側に出してダイレクトフラスになります。これの方がまあ結構シンプルかなと思いますね。よくあるパターンかなと思うんですけど、当てて、ここでトリガーランかけて、もうジェームスにも出すつもりでいてます。ジェームスに関しては今のは強パスで出して、それをダイレクトフラス上げてるって感じです。ジェームス妹に関してはですね、ロブの達人も持ってるので、もうこれも精度よくいくって感じですね。まあ、例えばこれがセルロートとか、まあ、今とかだとドログバとかだと多分ずれます。はい、まあ、パス数値上げてたりとかしてあげたらずれないんですけど、やっぱりちょっとある程度パスがそこまで上手くない選手でやってしまうとずれるなっていう印象はあります。まあ、ロブタツはほぼほぼ確実に通りますね。あと、まあ、パス数値ある程度上がっていれば、まあ、問題ないかなと思うんですけど、まあ、それもちょっと試してもらってね、この選手出せる出せないは見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、これでもう簡単に1点を取れるんで、まあ、あと、まあ、守備と部分で言っても、これを覚えておけば、今後相手にされた時も守れると思うんで、まあ、そういった面でもですね、この攻撃覚えていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、こういう感じでまた動画も出していくので、よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、また。今ですね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方をまあ運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ、自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあ、だから転売情報だけ欲しいって方は、
通知だけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば、あの、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのもやってますので、あの、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、あの、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。